皆さんごきげんよう。氷見着物マヌカンで、本日は銀座会です。今回はおしゃれをしてステーキと寿司会席のお店小粋さんにやってきました。まずは上の段、左から順番に自家製豆腐、ふきのとう揚げ、豚しゃぶです。真ん中の段は蒸し鶏とキャベツの和え物、ラタトゥーユ、ホタルイカの醤油漬けです。そして一番下の段はもやしと魚の煮付け、たけのこの素焼き、きんぴらごぼうです。こちら、ふきのとうをさっと揚げてあります。春ですね。まあ、おいしい。こちらは豚しゃぶ。ああ、おいしい。はい、スープが出てきました。なんと、氷見牛のスープです。トロトロで美味しいです。ホタルイカ、今年は大量みたいです。いよいよステーキとハンバーグ。小粋さんのハンバーグは本当にふわっふわなんですよ。おほほほ、溶けちゃいました。はい、ステーキ、甘くてしつこくなくって何個でも食べれちゃう。次にお寿司です。今回は氷見牛の握りをいただきます。そして柳鉢目、ヒラメ、うなとろです。とろろがいい仕事しています。最後のデザート、これもとろっとろのフレンチトーストです。ベリーソースとアイスクリームが口の中をさっぱりしてくれます。本日も大満足な一日でした。紅茶の扉ムービー、チャンネル登録もよろしくお願いします。